始まりました。モンスターの TV 元気があれば何でもできる元気があればうるうしになれるそんなのがいいからということでやっていきましょう。ちょっと待って裏返っちゃった。門前仲町駅のフェリーです。門前仲町よね。はい、で、今回は当店ご利用していただきまして本当にサンクス。サンクスメン。今日はですね、私の後輩のココチンちゃんって女の子がいるんですけど、実は田中君のめっちゃファンなの。そうなので今日は私がココチンちゃんと一緒にカラオケに来るので、そこに田中君がカラオケ店員に扮して入ってきてもらって、本人登場ドッキリっていうのね。ハロウィンだからね。ハロウィン意識ね。レンガンさんには田中君が入ってくるところをモニタリングしてもらって、田中君がどれぐらい頑張ってるかを、ここにねカメラがめちゃめちゃ、ここにカメラを入れておいて、そう僕が見てる状態。ね、なかなかでも凝ってんじゃん、そこは。上取らないよな。お、やばい、時間がそろそろ。おのおの場所に、セットしに。持ち場へ戻ります。どうだ？レッツはゴー！すごっ！不思議なカラオケ部屋じゃないですか。なんか事務所的な感じがある。確かに開放できるとドキドキしちゃうんですけど、オープニングだけ撮っちゃうね。アカペラで歌うって厳しい。ピースの角度は30度。ドムイキリヌです。そしてココチンです。10度みたいな。失礼いたします。部屋もちょっと休みじゃないですかね。希望すぎる。一つのところにとどまる、その決意が僕どうしてもできなかったタイプの人間で、喋ってると徐々に鼻に戻ってきてるんで、徐々に。はい、というわけでじゃあまずはレベル1、普通に行きます。どこまで対応できるかっていうのをまず見たいと思います。 OK、 さあ行くぞ。それではリッツラゴー。カメラも設置したので行きましょうか。いやいや、飲み物頼むんじゃないですか。確かに。すいません、じゃあコーラとカルピスお願いします。はい、はーい、失礼します。どうしよう、残酷な天使の手で私これしか歌うものない。ごめん。はい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 、はい、始まりました。突然始まりました。うわっ、びしょ。いや、ぱっと見全然バレてないように感じましたけど、花尾さんストローを渡し忘れましたね。やばい、これめっちゃ乱れたもん。めっちゃ乱れたもん。雪稲サイドがどうカバーあ、そうや、知るかによる。いや、それはそう、ちょっと。少しだけレベルいい。それちょっとレベル上げなかった。どうしよう。どうしよう。いや、これちょっとヘマしたな。でもまあ大丈夫。俺としたことが。なんか食べますか。はい。私フライドポテト食べたい。食べたい。タコも。あ、すいません。フライドポテト一つと、あとタコの唐揚げを一つ。はい、というわけで二品目がね、来ましたよ。女子のくせになんかめちゃくちゃ揚げ物ね。次レベル2はですね、料理名の産地を付け加えるっていうのでちょっと行きたいなと思います。これ本人映像じゃないかもしれない。確かに本人映像じゃないよ。本人映像じゃない。わー、もうやめてほしい。はい、来た。失礼します。はい、はい、わーい、タコから来た。タコからちゃんと言ってる。これもご視聴の方ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ泣いてる。早く帰ってこい、早く帰ってこい。窓から覗くな。窓から覗くな。すいません、ウーロン茶一つお願いします。今回多分工程としては少ないから、工程少ない中でどう攻めるか、どうパフォーマンスしていくか。なんかもう抹茶みたいにこう回すとか謎の儀式。回してください。1、2、3、外れるよ。外れる。外れた当たりちゃうから。一緒に
参加回して、当たり方もいっぱいプレゼントさせてあげます。参加回してください。参加回して、この1回回したら2回もお願いします。どこが始まり、ここがスタートですね。めっちゃ会話してんのにバレへん。たまに、2回もお願いします。あと1回かな。はい、そう、カズレですね。始めた。失礼します。ゆっくりどうぞ。めっちゃ会話するやん。え、でもちゃんと回さしてた。回さしてましたね。ちゃんと回さしてた。バレてないんやと思った。俺結構会話してるし、人狼ゲーム始まってるよ。なるほど、なるほど。あれだよ、タコチンはめちゃめちゃ動揺してましたから。回し始めたらどこだっけ。俺も知らんわ。ちょっと自分で考えろ。ゆとりゲー。あ、はい、はい。気づくまで終わらないやついいっすか。気づいちゃった。花王ちゃん。もうちょっと。失礼します。ご注文されてたんで来ました。どうぞ。いいだけ。無理。無理。テンション上げてこや。こっちに。やばい、やばい、やばい。どうも、どうなの。